セッション1、最初は、東京大学の藤沢修司先生の方にお願いをしております。ナノセルロース1本の乾燥と構造変化というタイトルです。藤沢先生、オンラインでの参加になります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。東京大学の藤沢です。よろしくお願いします。まずはじめに、矢野先生、このような素晴らしい会にご招待いただいてありがとうございました。今日は本当は京都に伺って、その対面で発表しようと思ってたんですけど、ちょっと体調を崩してしまったので、ちょっとオンラインでよろしくお願いします。で、今日はこんな感じで、このナノセルロース1本を乾かしたときに、どういうふうに構造が変わっていくのかってことについて紹介しようと思っています。で、皆さんご存知かもしれませんが、そのナノセルロースっていうのは軸方向に対して右巻きにねじれてるってことが知られています。これがそのナノセルロース1本を、基板上で乾かして観察、電子顕微鏡観察したものになります。これを見てわかるように、こういうふうにこうねじれた構造を有していることがわかります。で、よく見るとねじれてるんですが、このねじれてない領域がしばらくあって、急にこうねじれている領域があって、また同じようにねじれていない領域があって、こういうふうにねじれているっていうふうな、周期構造を有していることが知られています。で、このようにねじれが極材化するメカニズムというのは、このようなものが提唱されてきました。もともとそのナノセルロースは水中などに分散している状態だと、ねじれが極材化してなくて、こういうふうに連続的にねじれた構造を有していることが知られています。で、それを基板上で乾燥しますと、その水が蒸発していく過程で、その水のキャピラリーフォースなどによって、その CNF が基板上にペタッとこう吸着させられて、で、連続的なねじれが一部にしわ寄せられて、こういうふうな極材化した構造を取ると言われてきました。で、このように、ナノセルロースは分散域中で連続的にねじれていて、基板上で乾かすと極材化するってことはよく知られているんですが、この間で分子レベルでどういうふうな動きをして、で、このような形状を取るってことは、さっきみたいなモデルは提唱されてるんですけど、この動きに関してはほとんど理解されてません。で、そのナノセルロースを材料を作るときは、基本的にその湿潤状態のナノセルロースを乾燥させて、材料に成形するっていう、プロセスがほとんどになります。ですので、その過程でどういうふうな構造変化が起きているかを理解するってことは、その最終的な材料の物性を制御するのに必要な知識となります。で、このようなモチベーションで私たちは、この乾燥状態で、どのような、その分子レベルの動きをしているのかってことを、調べてます。で、特に、そのねじれに関して、いつどのようにねじれが極材化しているのかってことについて、今回詳しく調べています。で、具体的な手法になるんですが、このように、計算科学を用いてその動きを、しっかり考察しています。で、その得られた結果に対して、実験的な手法を用いてそれを実証するっていうふうな、プロセスになっています。で、こうすることで、そのナノセルロース1本が乾くときに、どういうふうにねじれが変わっていくかということを考察しています。で、こちらがそのシミュレーションに用いた初期構造になります。これがナノセルロースの断面で、これが横から見た構造になります。で、この断面を見ると、今回18本差の構造を作っていて、これ分子、セルロースの分子が2本、3本、4本、4本、3本、2本っていうふうな組み合わせの18本差で形成しています。また、実験もテンポ酸化 CNF で用いて行ってますので、その表面に露出した C6E の水酸基は、ほぼすべてカルボキ式に変換、このようにしています。で、15度はだいたい80に設定していて、長さはだいたい40ナノメートルのナノセルロースになります。これをシミュレーションする様子を、ちょっとこちらに動画でお見せしました。こういうふうに初期構造を力場に置いて、そのシミュレーションをスタートしてやると、そのナノセルロースは、これ水中なんですが、どういうふうに水中で動いているかってことがわかります。で、これ見てもわかるように、
その軸方向に対して右巻きにナノセロースがねじれていて、まあ、このねじれの具合というのは、その今までに実験で観察されたものとよく一致しているということが分かりました。また、まあ、15ナノ秒、ちょっとピンとこないんですけど、この15ナノ秒ぐらいのシミュレーションを行っていて、まあ、これぐらいシミュレーションしてやると、ねじれも一定の値で落ち着いて、あと構造も安定化しているということが分かって、この構造を、まあ、この次のシミュレーションに用いてます。こちらが、まず、今回基板をマイカーで固定しているんですけど、これを CNF をまず吸着させるという作業をここで行っています。やり方なんですが、今作ったねじれた CNF の構造、水分砕機の径の下にマイカー基板をこのように設置しています。で、これをスタートとして、その CNF を水とマイカの界面にこのように吸着させるっていう作業を行いました。で、吸着は安定で、一度くっつけると離れなかったです。あと、まあ、吸着した後も、その CNF がねじれた状態を維持しているってこともわかります。で、この構造を使って、実際に、K から水を蒸発させて、乾燥した構造を作るってことを行いました。で、見ての通りなんですが、さっき作った構造から水を、温度をかけて、どんどん蒸発させていって、最終的に、水を除いて乾かしました。で、この過程の構造をし、細かく見ていくわけですが、これ一見 CNF の構造ほとんど変わってないように見えますが、この乾燥過程でその構造が変化しているってことを見出しました。で、その結果がこの右側になるんですけど、これが、乾燥前の CNF、あと乾燥後の CNF で、ちょっと見やすいように水を除いたものになります。で、ここでねじれを見てるんですけど、これ何をやってるかというと、これ CNF を軸方向に、ここでは2ナノメートルずつに区切って、のセクションに区切って、そのセクションごとのねじれというのを、こういうふうにバーで表しています。まず乾燥前の構造を見ると、ちょっと荒れてはいるんですけど、基本的に、一定の、そのねじれの角度を有しているってことがわかります。すなわち、ねじれは、その、水とマイカの界面に CNF が吸着した後でも、CNF 自体のねじれは、基本的に連続的で、まあ、均一なねじれの分布を持っているってことが、ここではわかります。一方で、乾燥させることで、そのねじれが極材化して、まあ、このような分布になるということがわかりました。で、この CNF は、このねじれた部分と、このねじれてない部分、二つの領域を持っていて、ねじれた部分ですと、このように、大きな、先ほどよりも大きなねじれの角度を有していました。また、この下手な領域だと、ねじれがほぼゼロになっていて、CNF が機材上に平坦に、吸着しているということがわかります。で、このねじれの極材化が起こるタイミングなんですけど、この初期の水が、この上側の3つの水が残っている状態だと、基本的にこの連続的なねじれの構造は変わらなくて、最後に完全に水が除かれるときに、そのキャピラリフォースなどがその CNF にかかって、マイカ状にピタッとこう平坦に吸着させられるってことがわかりました。ですので、まあ、最後、乾燥の最後の段階で、こういうふうなねじれの極材化が急に起こるってことが確認できました。で、このねじれの極材化によって高さプロファイルもマイカ上で変化するってことが分かりました。これが今示した前後、乾燥前後の、CNF の画像になるんですが、これの高さプロファイルを示したものがこちらになります。で、灰色のものがこの乾燥前。で、赤いものが乾燥後の CNF の高さになります。でこれを見ても分かるように、乾燥することで、その CNF がマイカ状に平坦に吸着して、こういうふうに高さプロファイルが小さめになるってことがわかります。で、ここでもう一つ言えることは、そのツイストが再構成されることで、そのピークトップが、シフトしているってことがわかります。
で、ピークトップシフトするんですけど、その最大の高さっていうのは変わらず、まあ、そのねじれの再編成で、ピークトップがちょっとずれただけってことになります。で、移動も意外にちょっとあって5ナノメートルぐらい動いていて、まあ、全体的な低くなって、このシフトするっていうことが分かりました。で、この高さプロファイルが変化することを確かめるために、AFM、実験的に AFM の測定を行っています。で、これ上側が液中で、測定した、まあ、乾燥前の構造。で、これが気中で測定した乾燥後の構造になります。で、これ右側は、その CNF 一本をこう、なぞって、トップをなぞっていった時の、その高さプロファイルをまとめたものになります。これ黄緑色が、この実験的に AFM から求めたプロファイルで、この灰色のものが、このシミュレーションで得た構造をこういうふうになぞって、得たプロファイルになります。で、この比較を見てもわかるように、乾燥前、乾燥後、どちらにおいても、そのプロファイルがよく一致していることがわかります。すなわち、まあ、シミュレーションによって、この実際の CNF の研究室で作った CNF の構造をよく再現できたということがわかります。またもう一つここで言えることは、乾燥することによって、そのピークが、小さい方にシフトして、平均の高さが下がっていることがわかります。これは一個前のスライドで示したように、そのね、CNF が平坦に吸着することで、その高さが、減少したってことが言えます。で、ここでは、その CNF の形態だけではなくて、分子レベルでのその CNF のコンフォメーションについて考察しています。で、ここでやったことは、CNF 内部のセルロース分子差、すべてに対して、その C6E のコンフォメーションを数えて、その比率をここで表しています。で、あまり詳しくは話さないんですけど、セルロースの C6 はこのように3種類の、コンフォメーションがあります。で、ここで見たいのは TG というコンフォメーションで、その TG というコンフォメーションが、この中でだいたい 33% あるってことが分かりました。で、これを実験的に確かめるために、そのテンポ酸化 CNF のフィルムを、固体 NMR で、測定して、そのコンフォメーションを実験的に定量化しています。で、この結果から、その TG の割合というのはだいたい 31% ってことが分かって、そのシミュレーションの結果とよく一致しています。すなわち、その、CNF、一個前までは CNF の形態を見てたんですが、形態だけじゃなくて、その、セロス分子、セロス、ナノセロス一本の中の、まあ、分子レベルのコンフォメーションに関する情報も、まあ、しっかり実際のものを再現できているということが分かりました。で、ここで、ちょっと注意してほしいのが、その表面の C6E は全部カルボク式に変えてますので、基本的にこれらから得られる情報っていうのは、ナノセロス内部に存在する C6E のコンフォメーションということになります。最後、ちょっともう少し細かい話になるんですけど、その乾燥の前後で、そのセルロースのコンフォメーションがどういうふうに変化するかってことも追ってます。で、結果から分かったことは、その最後の乾燥してねじれが極材化する過程で、その TG のコンフォメーションっていうものが向上するってことが分かりました。さらに、その CNF を、このねじれた部分とねじれてない部分、二つに分けて、その TG のコンフォメーションを調べると、ねじれた部分よりも、ねじれてない平坦な領域の方が、その TG の向上っていうのが顕著で、より多く向上するってことが分かりました。で、この理由なんですけども、これ平坦な結構造をしていて、元々のセルロスの結晶のモデルに近い構造をしてますので、その元々のモデルの TG コンフォメーションがより取りやすくて、まあこういう、この平坦な領域でより顕著に起こったと考察しています。で、これまでにそのセルロース1型の結晶っていうのは、その乾燥過程とか水熱処理の過程で、TG のコンフォメーションが向上して結晶性も向上するっていう報告がいくつかあります。今回の結果っていうのはそういうふうな水熱処理とか乾燥過程での結晶性向上に関して何か知見を与えられるものだと、期待しています。
で、これがここまでの簡単なまとめになります。で、CNF の構造変化を見たわけですけども、まあ、水が存在するこの初期の段階では、ねじれはほとんど変わらず、連続的なねじれを維持するということが分かりました。一方で、水が完全になくなる過程で、そのねじれが極在化して、水のキャピラリフォースなどで引っ張られて、こういうふうに平坦に、吸着するということが分かりました。で、それに伴って、内部でも分子レベルでコンフォメーションも変化するということが確認できました。まあ、これら何に使えるかですけども、まあ、初めに言いましたように、その、CNF、湿潤状態を乾燥させて材料化するってことが多いんですけど、まあ、そういった過程で CNF がどういうふうに変化するかってことも、知見が得られますので、その最終的な材料の物性の向上に役立つと考えています。で、最後一枚、これ簡単なご紹介になりますけど、その、ただの CNF だけじゃなくて、表面収縮した CNF の分散状態での構造と、あと乾燥状態の構造も、調べることができます。で、まあ、乾燥過程でいろんな界面を経ますので、先ほどの場合よりも、そのソックスのグラフト化した鎖の部分が構造変化を顕著に起こして、最終的にこういうふうな構造で、になるっていうことが分かりました。で、この結果も、よくその表面収縮した CNF で、まあ、材料の疎水性を上げるとか、フィルムの疎水性を上げるとかいう、目的があるんですけど、まあ、そういったフィルム表面の化学構造の考察にも伝えると思っています。以上です。ご清聴ありがとうございました。